こんばんこんばんは。メールが連続して届きました。連続して送ったかもしれない。連続したっけ。本当だ。こんな、まあこんなもんなんかな。こんばんは。レッスンでメイクは落ちましたね、だいぶ。お次元のレツさん、のみみずさん、セリアさん、浅香さん、ライディンさん、竹雄さん、糸ちゃん、ピロシさん、おいでます元気さん、OKP さん、ひなたさん、ゆうちゃん、つのさん、ありがとうございます。ギフト、なんか今日 STU の日らしい。なんかたまにある謎な STU の日らしいです。 STU48 の STU48 でらしいですよ。ね、今日涼しかった。涼しいっていうかもう寒いかは寒いんかな分からんけど、めっちゃ涼しかった。あ、そう、 STU の日はショールームの話です。そう、なんかショールームが STU48 でいいらしい。え、なんか出てな、みんなに出てない。出てますよね、たまにある。月に1回あるよるかな、これ48グループ。9月24日 STU48 でいい。かっこゆうちゃん、おさるさん、ありがとうございます。すけさん、20世紀ともちゃん、そう、なんかこの頑張れギフトが、あの、なんか推しギフトなんとかみたいなやつがあって、その STU のギフト、 STU メンバーに投げられたギフトの人気ランキング、人気なんか分からんけど、それがこの頑張れギフトが一番人気みたいな、で推しギフトらしい。 AKB さんがたい焼きでした。
しいギフトらしいです。20世紀ともちゃん頑張れ、たくさんありがとうございます。スマイルさん、マジスカさん、 OKP さん、ニセヌピーさん、ノミズさん、赤色サントさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。初見数ありがとうございます。関東は暑かった。うん、こちらはめっちゃ涼しい。いつもなんか窓し配信するときは窓閉めるので、窓を閉めたら結構あ配信始めたら喋ったりするけん暑くなるけど、今日は全然確かに昇格前やったけん、頑張りギフトが人気やったのかもしれん。やじうまさん、ハートありがとうございます。ポポさん、朝香さん、すけさん、ファービンさん、ありがとうございます。30度は暑いですね。王さん、ハートありがとうございます。モンキー、確かに何が復活したんや。だるま、あ、タコが。全然出てこなかった。止まった？今日も可愛くて安心しました。ありがとうございます。初サイン会楽しみすぎて寝れません。初サイン会のな写真の服も考えなきゃですね。3つあるので。最近吉田さんの配信が僕の癒しです。本当かな、ありがとうございます。アービンさん、ハート500個ありがとうございます。生写真の生写真審査委員会、そうどっちがいいんかなって前回思ったんですよね。なんか生写真審査委員会の生写真ってなんか前回やったらあの横の寄ってる横座りのやつでちょっと引き気味のやつの3種類あったけど、その3種類を3つとも買ってくれとる人がおるなら同じ服で撮った方がなんかなんていうやろ、より中引きみたいな感じでこう何アルバムとか集める人からしたらそう同じ服の方がなんかより中引きみたいな感じになっていいんかなって思っ
ったり、でもやっぱ服が違う方がいいのか、なんかどっちがいいんかなと思って、それが、そう前回も悩んだんですよね。結構そう、服変えてないメンバーもおったけど、サラは変えたんですけど、前回はそう、変えんかったら変えんかったで、こういう服をね、服を変えんかったら変えなかったで、こう3種類にこう統一感は出るけん、どっちがいいやろうなと思って。でも髪型はまだ無理なんですよ、なんか9月の間だから、残念ながらそう9月の間に撮る予定だから無理なんですよね。10月1日以降じゃないから、多分ルールは今までのルール通りになっちゃうんですよ。悲しい。どっちがいいんでしょうね。同じ吉田さんなら、それはそうそれはそう、それはもう全部同じ吉田さんですけど、そう服違う方がいいかなと思って前回変えたけど、そういうなんかあの全部よりとかと思ってたんですよ、サラは3枚ともけど、そうじゃなかったら衣装、そう同じより3枚とかって思ってたんですね、サラは同じ角度のものを3枚と思っとったけん、それなら服変えた方がいいじゃんと思っとったけど、よりとか座りとかがやって分けられるなら服一緒の方がいいんかなみたいな、そういうちょっと前回考えたことなんですよね。ゆうちゃんありがとうございます。そう使うのは10月1日以降なのに、全然でも撮るのが多分ダメみたいなんですよね。厳しい世界ですわ。スマイルさんありがとうございます。ファン目線の考え方ですねって、あら本当ですかその日の服はどんな感じの服、でも前回は生写真、そう生写真と同じ服を着てサイン会した、じゃあ全部買わないと意味ない、まあ意味ないことはないけど、まあ、全部買った方が3種類買ってくれた方がこう統一感というか投資感が出るよね、コンプリート感が出る。まあそういうのは気にせん人もおると思うけど、じゃあ今回は同じにしようかな。台湾チームさん頑張りギフトありがとうございます。浅香さんもありがとうございます。え、このオタクは結局コレクションするからお任せでいいよって、このコメントなんかえめっちゃデジャビュー、デジャビュー前も言ったことありますか、今なんかこの光景めっちゃデジャビュー、めっちゃデジャビュー、めっちゃデジャビュー、デジャビューです。え、言ったことあるんかな、最近見たかな、めっちゃデジャブなんですけど、うん、可愛ければ気にしませんって任せてください何でも嬉しいわ、それはまあ嬉しいですけどね、こちらも。ペアチキあるんじゃないって、ペアチキは多分選抜だけだよ、前回もだって選抜だけだったし、前々回はおもこいは全員選抜やったけん多分全員あったけどっていう問題だと思います。めっちゃ今デジャブでした、お疲れなんて関係ある関係ないよ、めっちゃ今見た、なんかたまにあるじゃないですか、あこの光景見たことあるっていう、絶対言ったことあるよ、でもこのコメント、え、ないかなないかな、うん、絶対見たことある、
前回も見てみようか。前回ああ。ほら絶対言ったよ。そうだよ、多分見たことあるもん、そのコメントデビューじゃないか。あ、一種類持ってないけど、一種類持ってない、あれ一種類持ってない、あ、池田が同じ服だ。ほらほら、こんな感じでさ、同じ服だったら池田のサンプルに出すけど、同じ服だったらこうポンポンポンって同じになるんですよ。意見そういう感じにしようかなって思ったり、今回は前回は変えたけど、でも変えたらこういう感じになるんですよ。今回は一緒にしようかな、前回違う感じにしたし、じゃ今回は一緒にします。一緒にします。一緒にしたら、一緒にしたら方が全部買ってくれた人が3日間分全部買ってくれた人がこう、レアリティ、コンプリート感が出ます。そう、三種コンプの直筆ってことになります。そうします。そういたします。そういたします。アービンさん、マークさん、ありがとうございます。そうですよ、当日配信見なくても届く。どうなんやろ、今回がどんな感じなのか分からんけど、前回と同じ感じじゃない、多分より中引きかは分からんけど、横のよりとか多分そんな感じのはず。さかさん、ゆうちゃん、おいでませ元気さん、バラ、ありがとうございます。さて、お話からね、お話会もありがとうございます。サイン会3日撮りした、楽しみです、ありがとうございます。サーティーさん、ありがとうございます。ギフト何をもらっても過保ですって、それはそう、マモアクとね、紙捨てちゃったんですよ、お前書き直そう。あ、もう次、今日からやっとるやつがもうビニッテラスト、ビビニッテラストになっちゃうんですか。そう、監視枠となんだっけ、
監視枠は B 日程までしか開かないんですよね。そう、その今後いっぱい人が増えてくれても監視枠は開かないので迷っている方とか迷うなって方は B 日程の間に申し込んでくれた方が嬉しいです。27まで、今日から月曜日までか、月曜の13時までの間。そうですね、まもわくの、そう、1月9日がまもわくになって、ありがとうございます。と2月26のおすすめ日、この感謝枠開いたらすごくありがたいですけど、マモアクが開いたら全部の月でツーショット撮れるねって。そうなるのか、確かに1月がね今一つも空いてないから、確かにそうなるのか。迷ったら買わないって意味ない。そうですね、再販でも開くんじゃないって。開くっけ、いや開かない、え開くっけ、いや開かないと、開かないですよ、開かないですよ、開かんよね、開かないと思われます。そう、1月9日 UCCT 予定の日ですよね。そう、C 日程では開けないんですよ、悲しいことに。厳しい現実厳しい現実なんですよ。サティさん、ゆうちゃん、ミシェヌピーさん、ありがとうございます。そうなんですよ、そう、前貼っとった宣伝の紙一旦終わった時に捨てちゃったんですよね。2月26、1月9、そうだ、1月9が監視枠開いたユシ T シャツを着るんだよという感じなんですよ。そう、お話し会はね行くけど、ツーショットは来ないみたいな人意外といるんですけど、なんでなんやろ、恥ずかしいんかな。ツーショット、サラが普通にオタだったらツーショット欲しいけどね、それは女子的な考えなんかな。サラ的にはめちゃめちゃ撮りたいけどな、サラやったら。そう、新日程度は開かないです。さすが捨てるの早いって、そう、捨てちゃいました恥ずかしいんだ。いいじゃん、だってサラしか見てないんですよ。だってサラだってこう自分の顔こうやって見てるし、だってさ、そのリアルの方がさ、一緒に撮り寄るところをさ、並んどる人とかに見られるわけじゃないですか。けどさ、全然全然普通にオンラインはサラしか見てとか、サラしか見てないっていうか、サラも自分の顔をちゃんと可愛く映るのに必死なんで、そうだ、顔見してないのでね、自分はいらない。まあそれはサラだけをこう切り取ってくれればいいんですよそれならってなったらいらんと思うかな、分からんけど。画面に自分が映るのきつい。
いいじゃん、撮っても自分は見えないものと思えばいいんだよ。だってワンショット写真会がいいって言うけどさ、ワンショット写真会ならはあれじゃないですか、別にもうツーショット撮って、ツーショットで一緒に同じポーズして写真撮るだけ撮って、ここだけ撮って、ここだけ、そう、自分だけ、自分がいらんならここだけ切り取ればっていうと思うけどな。違うんかな。恥ずかしい人は全然、それはもう恥ずかしさは捨てた方がいいですよ。だってサラしか見てないんですもん。サラしか見てないんですから。ワンショット動画ね、確かにそれはいいね。名前呼んでもらえるし。間違った。ワンショット動画をねさ、1回だけやったことある。タシマメルさんの時に1回だけ当たって、そう、撮ってもらいました。今でもその動画はちゃんとこの携帯の中にあります。っていう聞こえたかな。一瞬だけ。そう、ツーショットは思い出に、形に残るのでね。そう、サラちゃんのとこだけ。いいでしょう。まあこのワンショット動画はね、オンラインではないんですけど、さすがにないんですけど、聞こえた。これはね、思い、見たらこうニヤニヤできますね。まあこんな感じでツーショットさ、ツーショットは残念ながら撮れたことないんですけど、ツーショットは思い出に残るよ。自分の顔が嫌はもう、それはもう自分の顔なんだから、現実を受け止めて。それかまあまあ、あの加工、いくらでも加工できますので、自分の部分はカットできます。そうだよ、だって抽選なしですから。抽選なしでツーショット、まあオンラインとはゆえ、自分の顔なんだから。現実ちゃんと言います。全然そんな、そんなつも、そういう意味じゃないですよ。そういう意味じゃないですけど、思い出に残るんですから。お話し会ね、参加した日だけでもツーショット撮れば、もう1年後とかに、あ、この時お話し会行ったなみたいな、
この服着たサラと話したなが思い出すじゃないですか。iPad 抽選好きでしたってね。サラもあの iPad の抽選は当たらんって分かっとってもなんかちょっと毎回期待してしまうんですよ当たらんって分かっとるけどちょっと期待してしまうんですね毎回。分かります分かります。危ない危ない。この間ありがとうございました、トークめちゃくちゃ面白かったですって。ベートーベンの久保さん本物だ。でもビギナーマークビギナーマークやけど本物だ。ありがとうございました。ビギナーマーク面白い。ありがとうございました。今日ココイチ食べましたよ私ココイチ食べました。そう、ココイチを食べましたよ。お、金曜日だ。とも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 だ。ともともチキン煮込みカレーにチーズをトッピングの辛さ普通の 300g を食べました。お昼にチキン煮込み久々食べた。確かに確かに金曜さら、なんか本当に偶然金曜日にいつもカレーを食べとる。先週以外金曜日に なんかちょっと実はなんかあれなんかな、謎に曜日感覚が実はできてるかもしれないベタのトッピング、そうチーズが入ってないカレーはカレーじゃないのでね。で無意識に金曜日カレーになってます。辛さ普通とは、辛さ普通とはそのままですよそのままです。無意識に金曜日が、もう無意識に金曜日が分かってしまってるかもしれない。本当にたまたますぎてびっくりした。今みんなに言われるまで分かってなかった。一応ね、辛さ追加しなくてもまあ普通に、まあ普通に辛めっちゃ辛くはないけど普通に辛いですもんね。チーズトッピングしたことないで絶対した方がいいよ。
対した方がいいよ。うどんにしちゃった。あ、でもさら夜はうどん食べたので実質一緒夜はうどんを食べた。食べ過ぎ。ぜひ吉田さんのお話し会に行きましょうって久保さんが言ってくださっています。と言っている間にできた。久保さんも待ってますねって。確かに めっちゃココイチの話。そう、ココイチってね、そうなんですよ。やけんサラは今日は宅配のやつで食べたけん、宅配の時は辛さ普通にします。もうなんかもうお金払ってあれするのがもったいない気がして、いつもお店の時はもうそのスパイスをもうバババンって入れて2、3辛の辛さにするんですけど、そうじゃない宅配の時とかはスパイスつけてくれないんでね、もう普通でいいやと思って普通にします。そう、蓋がペコペコするやつ、飛び辛スパイス。カレーが恋しいですって。日本にしかないんかなカレーって。そんなわけないよね。あ、ココイチは日本。あ、そんなわけないか。そう、甘口ソースもテーブルに置いてある。そうですよ。そうなんですよ。テイクアウトで福神漬けは無料で多めにできるんですよ。なんならあの辛い飛び辛スパイスも一つ、カレー一つにつき一つはもらえるんですよみんなココイチ情報それではまたって。ありがとうございましたホウジュンソース、ホウジュンソースも無料でもらえますよ。カレーその一つにつき一つ何の話って感じだけど恥ずかしがり、あ、恥ずかしがり、恥ずかしがりやとか言ってちゃもう、もう、もう、ダメですよ。ダメです。恥ずかしがり屋だからお話し会いけないわ。もう、言い訳です。言い訳です。そうだ、今気づいた、さっき気づいた。サラはたまたま金曜日にまたカレーを食べていましたね。無自覚、無意識、無意識のうちにカレー食べとった。これ見えるかな。あ、補充ソース瓶で買ってありますって、めっちゃ好きじゃん1月買っておきます。ありがとうございます。
僕も毎回緊張してますって。本当ですか。バイトさんの話もためになりますって。そう、ここ一年。恥ずかしかったけど、リアル話会行ったら楽しかった。そうでしょ、そうでしょ。まあね、リアルはリアルで楽しいよね。でもリアルのお話し会が楽しいのも、オンラインがあってこう、サラが覚えてるとかそういうのがあるからこそ、リアルで会った時にわーって気がなんか楽しく会話できるであるのでね。話し会申し込みました、ありがとうございます。子供の頃夏祭りでカレーに当たって食べれなくなったって。そんな生とかじゃないのにね。忘れないようにスクショしといたって。じゃあちゃんとしておきます。石田さんが可愛すぎて後ろの告知が読めません。はい、じゃあどうぞ。これで読めるはずなので、ちゃんと読んでください。ちゃんと読んでください。ちゃんと読んでくださいね。カレー食べるときご飯混ぜて食べる派って、混ぜないですね。混ぜてたな。本当小学生のちっちゃい頃ぐらい、ちっちゃい頃ぐらいしかカレーは混ぜないですね。もう混ぜなくなりましたね。さあちゃんだと緊張してしまう感じが安易に想像できちゃって、緊張できるから緊張しちゃうから行かないは言い訳です。確かにね、マスクなしがいいよね。アクリル板あるしね。みんな的には多分マスクん、アクリル板なしでマスクありよりも、アクリル板ありでもマスクない方がみんなからしたら多分嬉しいよね。優しくしてくださいねって、いつも優しくしてます。緊張するって、まあそりゃそうよね。サラも行く側やったら緊張しとったし、まあそのもんかな。マスクしてても分かるのって、分かる人は分かります。ちゃんとお話し会来てくれてる人で覚えてる人は全然マスクしてても分かりますよ。もちろんまたリアル当たるかなってね。オンライン申し込んでくれた人の中で、あのリアルお話し会もうキンキンだと11月かなが当たるので、ちょっとちょっといいと思います。9日です。1月は9日がおすすめです。ん、8日をおすすめにしとったっけ。でも 9日がマモアークなので、9日今のおすすめはここです。サラピンのショールームは中辛だけど、話し会は激甘です。どうでしょうね。横腹は痛むって、なんかこうやってこういうあのストレッチ、筋トレストレッチみたいなのレッスンでやったら、もう横腹、あのウエストのところがめっちゃ痛い、もうめっちゃ痛くてやばいんですよ。痛い、本当に痛くて、普段なんかそういう筋トレとかストレッチがしてないのが出たなって思った。みんななんかそんなに痛がってなかったんですよ。手が可愛すぎて、手に可愛いも何もないでしね、握手よりマスクない方が嬉しいよね。1回の15秒来てくれた人とかやったら、そんなもう2回目リアルで急に会って分かることはないかもしれんけど、普通に結構来てくれる人やったら全然マスクしてても分かります。
それはもう前回のリアルお話し会といい、オンラインといいで分かってるので実証済みです。で仕事で参加できなかったらごめんねって、まあそれは仕方がないことなのでね。そう、11月23、言うてすぐよね。前回 はオンラインお話し会が全部終わってからあの直接のお話し会があったので、そうそう、今回は早い方ですね。結構ゆうちゃん頑張り、ギフト、せいちゃん、マジスカさん、すけさん、ありがとうございます。関西の直接いつだろう、確かに確かに、ね、関西会場だけはまだ出てないですもんね。1枚じゃ足りん、まあ1枚だと15秒、前回のあれやったら15秒なんで、まあ、15秒はまああっという間に終わりっちゃ終わりますよね。そう、オンラインは多分絶対的に名前が出るから、それもあってここまで覚えれたのはあると思う。直接のやったら、まあ、みんながみんなそんな毎回毎回名乗ってくれるわけじゃないから、そうそうそう、あれやけど、オンラインだからこそちゃんと覚えてます。確かにリアルのお話し会では全身、まあ、全身というか全身が見えますもんね、立っている姿とか。あ、テロップ入れとこうね。千穂さんショートにしたの？え？してないじゃん。あ、そういうこと？投票投げるっていう。私は千穂さんはロングの方が絶対好き。急にそんな市場的なの。関西会場2月19日を密かに期待してるって、そうやったら嬉しいな。そうだったら嬉しいですね。2の方が多かった。びっくりした、切ったかと思った強さ。
セリアさんハートありがとうございます。2月19日あるといいですね。でも今までの流れっていうか、前回は関西会場が一番人少なかった気がする。関西が一番少なかった気がする。まあそりゃそうか、なんかそんな気がしました。志田さんはロングかなって。そりゃそう、ロングが仕事かやりますかって。やりませんやりません。サラはもう切ってショートにしてって言われてもすぐしないので。そうね、関西関東ってね、あの連続だったんでね、まあ、遠征、わざわざ遠征してくれた人もおったけど、まあ、みんなそんなに分けてなくって人の方が多かったけど、多分そういうのでかな、関西が少なかったんだと思います。竹尾さんありがとうございます。かわいい人今ふと思ったけど、サラはサインをなんかもうめっちゃサインって感じのサインにしたかったなってたまに思ったりするんですよ。なんかわかる、サインって感じのサイン、あのなんかシュ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 って感じのあのサインにしたかったなってちょっと思わなくもない。例えばですけど、みたいな、なんかこういうなんかあの書くときに、今のは結構普通にこう書けるんですよ。可愛い感じで、ね、こう可愛い感じで書けるんですけど、じゃなくてなんかもっとシュ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 って書ける感じのやつが、まあ思いつかなかったんですけどね。シュ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 って書くのも良かったかなって。なんかなんて書いてあるかわからんぐらいのやつの方がなんかサイン感が出る気が勝手にして、そう、でもサラってなんかもうつなげるにつなげれなかったんですよね。そうだから、あでも千穂さんのサインとか結構好き。なんか何がどうなってあのサインになったんやろうっていう風に思うようなサインが結構好き。なんかもう一発つなぎで全部書けちゃうような感じのやついいなと思う。まあ変えないんですけど変えるよ、まあ昇格期に変えるのもいいけど、まあ変えないんですよ。まあなんかこれにしようか、サラサチみたいな、まあ、そういうなんかでもいいよねと。サラのサインはもう入るとき、なんか入ってすぐぐらいのときに、あのこれあなんかサインを書いてみてくださいってこうマネージャーさんに言われて書いたときに、もうこれ書いて、なんかその時まだ別に確定してなくてちょっと悩んだったけど、まあこんな感じでいっかと思ってしたんですよ。全然違くない？そう、
ヨシシがいなくなったら泣きますって。まあこれはねこれで可愛いんでねいいんですけど、まあそういうなんかあるよくあるサインっていう感じのサインもサインでもよかったかなってたまに思ったりする。てか今思っただけです。これにはしないですよ。こんなダサいのにはしないけど今適当に書いただけなんで、こんなダサいものにはしませんけども、なんかそういうシュシュシュってやつもいいよねって思う。だからこれはこれでねサインかわいいねって言ってもらえるしいいんですけど、これがいいんですけど、今のサインめっちゃ好きって、今のがいいと思いますって、それは良かったです。まあ、アイドルのサインって感じするよね多分。これ見たら、矢野さん、ほらほら矢野さんのサインもなんかサインって感じがする。矢野さんのもちょっと見えにくいけどサインって感じする。あのココさんのもいいね。なんて書いてあるかわからんなんて書いてあるか、このわからん感じのサインがさ好きなんですよ。めっちゃ大変じゃんこんなん。たかおさやかってもう全部一つもつながってない。しょうさんのはね、あの別にちゃんと枠にはまっているのでちょっと今簡単に見せれないんですけど、ササササっていうサインもいいよねって。まあ買えないですけどね、買えないですけどね。あれさっきなんかバラ飛んできてなかった？消えたんかな、もしかして星も消えとる。あら、止まった時に消えたかも。そうですよ、まあもしねこう下へサインがあったら変えるけど、まあないので別にないし、今のに不満があるわけでもないので、そう全然ねサイン変えないんですけどね。変えないよ。11月サイン会初めて購入しました、ありがとうございます。そんな感じです。じゃあそろそろランキング読もうかな。お話し会もお待ちしていますということで、ランキングを読みます。48位ケントさん、24位ゆかちゃん、13位王さん、12位角さん、11位浅香さん、10位おいでます元気さん、9位セリアさん、8位ゆうちゃん、7位20世紀ともちゃん、6位西エヌピーさん、5位台湾チームさん、4位赤ヘルサンタさん、3位かっこゆうちゃん、2位アービンさん、1位ライディーンさん、ありがとうございました。いい夢を、朝だね、今日夢見たけど忘れたや、あんま覚えてない、そんななんか内容がある夢ではなかったっぽいです、覚えてないので。ということで終わりたいと思います。
それではいい夢を見てください。いい夢をご覧あれということで、ありがとうございました。